美瑛駅は北海道上川郡美瑛町本町一丁目一にある北海道旅客鉄道フラノ線の駅。駅番号は F37。旭川駅から東駅まではほぼ1時間に1本の頻度で列車が運行されている。かつては急行列車が停車した。1977年の美瑛駅と周囲約500メートル範囲。左下がフラノ方面。 島ホームは、駅裏側が植栽されて上降用には、使用されていない。駅裏は留置線とその外側のストックヤード前へ、貨物積み下ろし線、そこから、富良野側の区け車庫へ少し外側へカーブを描いて、車庫線が分岐し、旭川側の気候上前と赤い屋根の農協倉庫前へ引っ込め線が伸びる。駅舎横の富良野側に、貨物ホームと引っ込め線、そこから、 フラノ川の著誕生前へ引っ込め線、駅舎前の短式ホームを挟んで、旭川川の貨物積み下ろし場前へ引っ込め線を有している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語の PA 油に由来するとされる。駅前商店街を拡張した際、石像駅舎に合わせて各建物の基礎に、 倉庫の解体によって入手した美瑛難石を使っている。駅北側に駅正面と駅裏を行き来できる自由通路がある。ありがとうございます。